どうも、たまたブラザーズです。兄の主です。弟の匠です。と、司です。よろしくお願いします。お願いします。いや、来ましたね。来ました。来たよ、ついにこの日が。むちゃくちゃ遠かったからな、和歌山から。高槻やもんな。ほんまに高槻であるんですけど、めっちゃいいグラウンドでね。はい、高校時代にやったことあるんだっけ？あります。もうここの萩谷球場ってめっちゃ相性良くて、うん、いい印象しかないですね、この球場は。やってらんねんな。あ、そうなんですか。うん、俺も一回やったわ、ここ。一回やって骨折した。そう、いい印象じゃない？お前悪い印象。めっちゃ悪い印象。僕はいい印象で、和歌山から相手強いから2時間かけて来てくれと。そうそうそう。言われましてね。結構でかい大会だ。そうそうそう。大阪府のブロック大会っていう大会で、準々決勝。そう、準々決勝です、今日は。すごいやん。そうそう。勝ったら大阪1みたいな。そう、ナンバー大阪ナンバーを決める大会ですね。大阪一決めるの結構渋ない、それ結構やばい。そんなとこまで来てんのって気ぃついたらな。全国的に見ても大阪ってレベル高い。高い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 。野球人口も多いし。多い。そんなとこまで来てるんですか。そんなとこまで来ちゃってます。司キャプテンのチームは負けてないからね。だってね、負けてない。何やかんやで負けてない。のらりくらり来てるね。はい、僕はね、ほんまに意気込みとしては2時間かけて来てますから、何か取れ高を。そうやね、俺毎回そうやね。そして爪痕を。そうやね、それね。動画で残せるようにね。確かに。したいんですよ。プレッシャー1個乗っかんねんな、これ。毎回毎回乗っかんねん。司さんに関しては俺ら全く関係ない。関係ない。何かしらなんか乗っかんねん。司さんも映しときますよ、履いてくださいよ。確かに。勝手にやってるから。一番嫌なのが、お前ら2人打って俺歌んパターン。これ一番嫌やねん。1回ありましょう。そう、あった。俺歌んかったらお前ら負け添えやっていうぐらい、はい、それはまだマシだけど。動画アップしても見えへんやろ。見俺振ったら見る。これ見ます。はい。まあ基本1本打つからな。でも司さん、そうや、毎試合1本打つ。そうやね、今いいね、調子。なんかいいとこで打つイメージ。そうそう、司さんって、うん、だいたい恋愛が調子悪いときは野球調子。あ、そうなんですか。じゃあそう、今その状態。そういうことになるね。なんか今日目おかしいし。そうなんですよ。目おかしいし。わかりますかね、動画の奥の皆さん。目、今日めっちゃ充血してるんですよ。朝起きたらめっちゃ赤いですよ。これストレス疲れてるやん。ストレス、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 ストレス。あのね、恋愛の恋愛が今ね、ちょっと恋愛事情がね、ちょっとね、こじらしてまして。あ、じゃあ今日打つやん。そうやね、今日打つ。見とけよ、見とけ。1打席目、見とけ、1打席目。期待しておきましょう、これ。そうやね、こじらしてるんですよ、まだこれはね。インスタライブでまだ聞けるんちゃうじゃん。そうやな、こじらしてるやつ。僕の恋愛話はインスタライブの方でやるんで、今日は野球の日なんで。このぐらいにしときましょうか。はい、まあ、今日は球場がほんまにいいところで。そう、萩谷球場。萩谷球場、高校野球の予選、大阪予選でも使う。使ってる、使ってる。球場、うん、98、98、122なんだ。122やん、ね、甲子園は広がるの。ああ、そうっすね。そうそうそうっすね。フェンス高いし。はいはいはい。これ掘り込んだらあるね。これ掘り込んだら、あるエグいやろ。掘り込んだらある、これは。いや、俺いけそうな気するんだ今日。いや、俺は今日はいけると思う。3人ででも誰か打つんじゃん。3人で一発だと、さすがに。一番先はお前、3人で、まあ、すごいけどな。すごいすごい。でもな、3人でワンヒットとか一番やめな。それはやめましょう。一番寒いから。で、相手ピッチャーブルペンバチバチでしたもんね。バチ、よかった。結構バチバチやった。まっすぐ早い系やったから。これもう打たんかったらオープニングの2分で終わるからね。残すな、みんな。オープニングと最後のおつやみたいな。そう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 、落ち込んでる。そう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 。爪痕残しましょう、今日。残しますよ、はい、頑張って。じゃあ勝ちましょうか、今日。優勝目指してやりましょうか、はい、準々決勝、はい、大阪一目指して行ってきます。行ってきます。見れよ、様子見れよ。あれ
だ。さんのハイダチはないもんな。ないな。いやー活躍してんねんけどな。1打席目めっちゃ嫌だれたけどな、塚さんもな。塚さんワンチョクぐらい。やめてください、ほんまに動画見てる人ね。撮ってると思うんですけど。あれはでも僕らで消えたぞ。消した。これね、僕毎回言ってるんですけどね。後半打ったやつがチヤホヤされるこのね、チームの風潮ね、めっちゃ嫌いなんですよ。ほんまに。天才だから打っても誰でも打てますから。確かに。ほんまに。でも2者連続は褒めてよ。あれはすごかった、確かに。
あれはナイスだ。いや、重なるよな。最近重なるな。すごい、あれは確かにすごい。俺今日つかさんでよしき最初打ったからさ、また打たれへんやん。いつものパターンやな。あんな絶対打たれへんやんと思ったら、うん、打てたから嬉しかったな。まあ、でも3人とも長打出たんで、はい、よかったし、試合も相手もだって強い。よかったよかった。なんか東淀川区の代表なんですけど、うん、15対1 1とかかな。そんなんやと。それで最終的にで先発全員安打ですね、うん、めちゃめちゃ打つこのチーム。どんだけ打つね。何球の試合じゃなかったよな、うん、確かにいい試合やったな。ちょっと打ちすぎて怖いぐらいですけどね。ピッチャー顔死んでたからね。死んでた。見た。バッテリーの顔な。もうなんかお通夜やったな。お互い怒ってるみたいな。いやこんな落ちるようになってんな。強くなっていいだ、うん、でもこれ準々決勝やからな。あ、そうや、まあ、これがだから準決決勝と続いてあと2試合で。そう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 。優勝したらこれ大阪1なんですか。それはやばない。大阪1、大阪1は結構やばない。やばい。そんなレベルまで結構こっからだから準決決勝ってレベルガンガンって上がると思う。あー、なるほど。まあそりゃそうっすね、うん、こっからやな。いや強かったけどね、この今日のチーム。普通に強かった。ピッチャー良かったし。ピッチャー良かったよね。ちょっと僕らの方がちょっとだけ上やったっていうだけ。噛み合ったみたいな。噛み合った。まあ今日は褒めてくださいよ、ほんまに。いや、この彼ら2人すごかったよ。いや、アベック打った時の僕の打席よ。どんなプレッシャーやねん。お前も狙い。サードゴロ映ってんのかな、スカスさんの。あれはね、なんとか編集でカットしてもらって。本当にね、どんな引っ掛けやねんな、あれな。確かに、めっちゃサードゴロやった。うん、いや、プレッシャーよかったもん。お前も狙いって言われてさ、打てるか、そんなもん。あのパターン、大体打ってないんですよ。間違いない。うん、3人目がきついね。3人目一番プレッシャーあるな。あるあるある。いやでも飛びましたね、僕のやつは。飛びました。よかった、俺、左中間やな、ほんで。めっちゃ深かった。結構いって、俺、びっくりした。あれ詰まった思って、うん、ちょっと詰まったよね。やし、俺入らんと思った。あ、そうですよね。うん、ほんだらめっちゃ伸びた。後半伸びたな。伸びたさ。後半伸びた。122以上飛んでるよな。いや、飛んでる飛んでる。だって100、一番深いってことじゃん。そうそう、98やろ。98、98、122なんで、うん、それな。の左中間バックスクリーンよりやん。いっちゃん深いってこと。120弱ぐらい飛んでちゃう。飛んでると思う。前後ぐらい飛んでると思うで。フェンス高いしな。ほんまにこの球場僕相性良くて、うん、高校時代にこの球場でレギュラー取ったんですよ。こういう時？はい。そう。あ、使ってんねや。使ってます。僕は1年秋の時にもう試された試合みたいな。へえ。でその試合でほんまに僕を打ちして。あ、ほんでレギュラーになったの。ちなみにその時は俺フェンチョク止まりやったよ。あ、そうなの。うん、それをまあ大人になって越したと。試合前も言っておったもんな。そうそうそう、うん、相性いい。あ、ナイスゲームでした。ナイスゲームでした。決勝、再来週です。再来週ちょっと開けますけどね。頑張りましょう。勝ってとりあえず決勝に。ここやね。はい、行きましょう。はい、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。大阪一やからな。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。